天野橋立温泉は、京都府宮津市にある温泉。既存の旅館街に誕生した歴史の浅い温泉地で、ある。門司地区にある、温泉旅館日本三景である、天野橋立を望む門司道で有名な地温寺の門前である、門司地区にはもともと、観光拠点として多くの旅館、ホテルが集中していた。同温泉は既存の旅館街に誕生した。 温泉地であり、現在10件の旅館、ホテルが引沿を行っている。また、天の橋立駅前には、日帰り入浴施設、知恵の湯があるほか、文樹以外の多地区でもボーリングが行われ、現在は近郊に3カ所の温泉地がある。天の橋立は、近世以前から国内有数の継承地として、なお馳せ、また近年においても夏の海水浴。 冬場のカニシーズンなど多くの行楽客が訪れる一大観光地であった。だが、温泉ブームが勃発すると温泉を持たない、同地区は旅行客に次第に敬遠されるようになり、大幅に宿泊客が減少していた。そのため、起死改生の活性化策として打ち出されたのが温泉改作であり、1999年ボーリングに成功、あと20軒の旅館。 ホテルに引沸を行った。その選出は、かなり濃厚で、利用者からも美派で効果が高いと口コミなどで評判を、呼び、一定の成功を収め、夕日が浦と並ぶ単語地区有数の温泉郷となり、現在に至っている。なお、京都府内では後に、嵐山地区、大原地区でも、観光客誘致のための手段として、ボーリングが行われ、屈作に成功している。ありがとうございます。